テリー・ディッシンガーは、アメリカ合衆国の元バスケットボール選手、指導者、インディアナ州テレポート出身。1960年ローマオリンピックでは、アメリカ代表として、金メダルを獲得し、プロリーグ NBA では、新人王に選ばれた経歴を持つ。テリー・ディッシンガーこと、テリー・ギルバート・ディッシンガーは、ガーフィールド高校時代は、 バスケット選手として1958年の州の MVP オールスターズに選ばれ、また野球選手、アメリカンフットボール選手としても才能を発揮し、州のオールチームにも選出された。野球ではベイブルースリーグワールドチャンピオンシップ優勝チームのメンバーでもあった。パデュー大学ではカレッジバスケのスター選手として活躍。 1960年から3年連続でビッグテンカンファレンスの得点王に輝き AP 通信選出のオールアメリカファーストチームにも2年連続で選ばれた1960年ローマオリンピックではアメリカ代表に選ばれ先発メンバーとして活躍し金メダルを獲得した大学卒業後1962年の NBA ドラフトで全体8位指名を受けて シカゴ・ゼファーズに入団。ディッシン・ラーは、ルーキーイヤーから花々しい活躍を見せ、25.5得点8.0リバウンドを記録。ルーキーにして、オールスターにも出場し、新人王にも選ばれた。このシーズンの後に、ゼファーズは、シカゴからボルティモアに、本拠地を移し、ボルティモア・ブレッツとなった。新天地では成績を落としたものの、 20.8得点8.3リバウンドと高水準の数字を維持した。ブレッツでは2シーズンのみプレーし、1964から65シーズンにはデトロイトピストンズに移籍した。ブレッツは誕生して間もないチームだったために、若手のディッシンガーにも多くの活躍の場を与えられたが、より選手層の厚いピストンズでは、ディッシンガーの得点機会は減り、 このシーズンの得点アベレージは初めて20得点を割り、18.2得点6.0リバウンドの成績だったが、それでもチームのリーディングスコアラだった。しかしこのシーズン終了後に、ディッシンガーは2年間の兵役に就くことになった。結果的にこの2年間が、ディッシンガーのスター選手としての地位を奪うことになった。兵役を終え、 1967から68シーズンにピストンズに戻るが彼が不在の間にピストンズの陣容は様変わりしデーブビンというスコアラーが新エースの座についており復帰後直の成績は13.1得点6.2リバウンドと彼にしては平凡な数字だった翌シーズンには8.8得点と得点アベレージは一桁台にまで落ち込むも その分シュート精度は上昇し、ディッシンガーはこのシーズンから、当時のフォワードの選手としては、異例といえるフィールドゴール50%以上を4、シーズン連続で記録した。かつての輝きは取り戻せなかったものの、ディッシンガーは、ピストンズで、計6シーズンを過ごし、1971から72シーズン中には、コーチ交代劇に伴い、 二試合だけ選手権コーチとなっている。ディッシンラーはピストンズからポートランドトレイルブレイザーズに移籍した1972から73シーズンを最後に現役から引退した。NBA 通算成績は9シーズン652試合の出場で9012得点3646リバウンド、平均13.8得点5.6リバウンド。 フィールドゴール成功率50.6%だった。引退後のディッシ,ュシンガーは、司会となり、顎の整形外科と、歯列矯正の権威として知られている。ありがとうございます。